ナイス、ピヨピヨヨヒや、ピヨピヨヨヒ来た、ピヨピヨピヨやろ、ピヨピヨピヨやろ。最近なんかひよこと戦う将棋のアプリがあって、それしてんねやんか。ほんだらなんかな、そのひよこがな、一言ずついいよねやんか。ちょっと厳しいピヨ、まだまだピヨね、まだまだピヨね、まだまだこれからピヨよ、ちょっとやかましいピヨ、ピヨね、何々ピヨよ、あ、森山直太朗も好きピヨ、好きピヨよ、うん、好きピヨよ。西野カナは聞かないピヨね。でも西野カナって何ピヨ、忘れたピヨね、何にあったピヨか、あら、運命の人がいるのならしか出てこへんピヨね、運命の出会いがあるピヨならしか出てこへんピヨね、それの曲がなんていう名前かわからへんピヨ、ピヨでもそれは出てくるピヨね、ずっと喋ってるピヨよ。あ、会いたくてか、会いピヨたくて震えピヨやろ、知ってるピヨ、それは有名ピヨね、ピヨ有名ピヨね、それはもちろん聞きましたピヨよ。難問小説とかはでも聞いてる分にピヨはもうほんまに音楽性すごいなっていう感じピヨけどね、もうそういうのじゃないピヨね。なんかな、サマソニとかピヨ、なんかフェス をたまに見てるピヨと、 A ピヨ視点、 B ピヨ視点とかいうピヨ視点の場合あるピヨ、すっげえ音楽性尖ってる人とかいるピヨよ。すっごい音楽性尖ってる人いるピヨよ。そうです、すごい記憶に鮮明に残るからピヨ、なんかそんな感じをしたピヨね。あ、すごいこう音楽で勝負してるピヨなっていう、思わないピヨか、僕わからないピヨけど、わかるピヨでしょ、デピヨ、そうなデピヨ。バンプはもう今は聞かないピヨね、昔ちょっと聞いてたかなって思うぐらい、デピヨ、デピヨ流れるデピヨ。浜崎あゆみはもう聞かないピヨね、浜崎あゆみって何かもう忘れたピヨね、どんな曲やったかも忘れたピヨね。ミスチルも聞かないピヨね。もう今ピヨピヨ言うことに集中しすぎていて、でピヨ、そうなんで、ドアピヨ。音楽で人生振り返ってみたいピヨね、それはそれで面白いピヨね。ああ、この時あれしてたピヨな、ああこれしてたピヨな言うてね、それやれりゃ一番いいピヨ、いいピド思うピヨね。どう歌うかわからないピヨね、どんなスイッチでいきなり歌うのかわかんないピヨね。ああ、そういういいピヨね。デフテックが出てたやつピヨ。でピヨ。海感じられるピヨ。びっくりしたピヨ。それ嫌ピヨなぁ。とか言うねんや。もうそれが腹立ってしゃあないねん。なんか、所詮お前なんか、ひよこの分際で、ふざけやがってこの野郎って思うやん、俺も。それ。それとも戦ってる、俺。だからもうなんかちょっとコンビニでも行こうってなる。なんやねんそれの歌歌うよ、話しちゃうけど沖縄の挨拶はめんそれ。